そろそろ新生活が始まりますね。というわけで、お仕事だったり、新生活でも履けるようなアイテムたくさん取り揃えておりますので、そちらをシンプルなお洋服でご紹介していきます。はい、頑張ります。こちらとってもシルエットが綺麗でダイアナの名品パンプスとなっております。こちらお素材がですねエナメルのお素材となっておりますので、ちょっとツヤっとしてる感じがあるので高級感のある印象でお履きいただけます。セットバックヒールといって、かかとからストンと落ちているヒールを使用しておりますので、美脚に見えるポイントとなっております。パナマ素材とこのスウェードのコンビがとっても印象的で、春らしい抜け感を作ってくれます。素材も全体的にスウェードを使っているので、柔らかくて女性らしい印象でも履いていただけますよね、なんかスカートとかで合わせて、ちょっと綺麗めな雰囲気で合わせたいなっていうパンプスです。つま先がですね、ちょっとロングノーズ気味でお作りしてますので、ちょっとトレンド感もあるようなおしゃれな雰囲気でお履きいただけるようなパンプスになってます。こちら7センチのヒールになるんですが、ちょっとここがくびれてるようなデザインになってるので、後ろ姿も女性らしい印象でお履きいただけます。スカート合わせももちろん素敵なんですけれども、丈がちょっと長めのワイドパンツなんかに合わせて、このバックルをチラッと見せてお履きいただくのもとってもおしゃれでおすすめのコーディネートです。アッパーと同じ素材のバックルなんですが、ちょっとメリハリが出て華やかさが出るようなデザインとなっております。つま先がスクエアトゥーンになってますので、指先がキュッと締め付け感なくお履きいただけまして、さらにヒールが幅があるので、7センチヒールなんですが、接地面が増えますので、とっても安定感のある履き心地でお履きいただけます。この片押しがあることによって高級感もプラスしてくれるので、なんか本当お仕事でもぴったりなデザインですよね。つま先がですね、程よいスクエアトゥーンになってますので、指先の締め付け感がないので余裕を持って履いていただけますし、ゴールドですので、ちょっとお肌なじみもよく主張しすぎずキラッとさせてくれるようなデザインとなっております。なんか帯リボンなので、それこそお仕事とかで履いてても、全然そうですね、気にならないデザインですよね、派手になりすぎずにリボンでもお使いいただけます。すごい可愛いですよね、こちら。可愛い。シンプルなんですけど、なんかちょっと華やかさも出るようなパンプスになっています。あとこのパンプスのポイントは、この中敷き。ピンクなんですよ。すごい可愛いですよね。もう朝玄関で見るだけでテンション上がりますよね。なんか一日お仕事とかも頑張れそうなお靴です。素材がですね、スムースのお素材になっておりますので、ちょっとカチッと感も出ますので、お仕事にもとっても向いてます。今年も引き続きグルカはトレンドのアイテムになるんですが、今年はなんとパンプスタイプで登場しました。つま先がスクエアトゥーンになっておりまして、指先もゆったりとお履きいただけますし、こういった抜け感があるんですけれども、つま先の部分が覆われてますので、春の早い時期から取り入れていただけます。こちらはですね、今アイスグレーのカラーになるんですが、白すぎず程よいニュアンス感のあるグレーになってますので、とってもお肌なじみよくお履きいただけます。履き口がフラワーカットになっているので、とっても足元も女性らしい印象でお履きいただけます。かかとの部分にですね、ゴールドのプレートもついてますので、後ろ姿まで印象的にお履きいただけます。ヒールもそこまで高くなくて、太ヒールなので、営業の方だったりとか、一日歩き回らなきゃいけない方とかにもおすすめのデザインになってます。とっても歩きやすいです。今年はこういったドットの柄もすごく注目の素材でして、こちらですと黒ベースで透け感もあるので、オフィスでも落ち着いた印象でお履きいただけるので、とってもおすすめです。そしてつま先の部分はですね、こういったフラワーカットになっておりまして、とってもフェミニンな女性らしい印象でお履きいただけます。さらにですね、こちらヒールが4センチの太ヒールになってますので、たくさん歩く日でもお仕事の日でも安心してお履きいただけるヒールとなっております。
らのですねアッパーの部分にかなり存在感のあるリボンがついておりまして、これが本当に可愛いんですけれども、ヒールがですねこちらは5センチのチャンキーヒールとなっておりますので、安定感もありつつスタイルアップしてお履きいただけるデザインとなっております。お仕事で歩き回らなきゃいけない方とかにもおすすめのデザインになってますね。おすすめで通勤時から履いていただけるデザインとなっております。アッパーの部分はですねこういった感じでキラリと光るチェーンがついておりますので、シンプルなんですけれどもアクセントになる一足です。さらにヒールもですね4センチの太ヒールのデザインとなっておりますの で、程よくスタイルアップしてお履きいただけます。お仕事でよく歩かれる方だったり、あの営業の方とかでも使っていただくのもとてもおすすめの一足となっております。トー先が細スクエアの形になっておりますので、トレンド感のあるお作りとなっております。でアッパーの部分はですねちょっと特徴的なバックルがついておりますので、コーディネートのワンポイントになってくれます。こちらは新色のお色なんですけれども、深めのキャメルのお色になっておりますので、肌なじみも良いんですけれども、履くだけで本当におしゃれな雰囲気にしてくれますので、とってもおすすめの一足です。こちらのデザインはですねパンプスなんですけれども、ちょっと甲が深めのデザインになっておりますので、カジュアル派の方にもぜひおすすめしたい一足なんですけれども、パールとこのゴールドのコンビがですねとっても可愛い一足となっております。ヒールはですねこういった感じで4センチのチャンキーヒールとなっておりますので、デザイン性もありつつ機能性も兼ね備えた一足となっております。二重とパールが交互に配置されているデザインとなっておりまして、フェミニン派の方にぜひおすすめしたいローファーとなっております。アッパーの部分もソールも真っ黒のデザインなので足元をすごく引き締めてくれるんですが、中敷きがですねこういったベビーピンクのお色となっておりますので、脱いだ時もテンションの上がる一足となっております。こういったマニッシュな形のローファーなんですけれども、アッパーの部分にちょこっと可愛いリボンがついておりますので、フェミニン派の方にもぜひおすすめしたいローファーとなっております。なんといってもこちらはですね本当に軽いんですね。スニーカーなどに使われるお素材のソールを使っておりますので、とっても軽くて履き心地もすごく軽やかにお履きいただけるかなと思います。存在感のあるリボンがとっても可愛いんですけれども、ヒールがですねこういった感じでちょっとスタックヒールのデザインになっておりますので、このフェミニンなリボンとちょっとカジュアルさがすごくバランスのいい一足となっておりますので、フェミニン派の方からカジュアル派の方までご愛用していただけるかなと思います。トー先が程よいちょっとレモントゥのトー先になっておりますので、お履きいただくとすごく足元シュッとして見えますので、パンツスタイルなどで合わせていただいてもかっこよく決まるかなと思います。履き口の部分がですねちょっと V 字のカットになっていることによって、履いていただくとすごく足元が綺麗に見せてくれるデザインとなっております。でアッパーの部分にはですねこういった感じでちょっと折りリボンに金具が効いているデザインとなっておりますので、可愛らしさもありつつすごく上品にお履きいただける一足かなと思います。胴先がちょっとシュッとしたデザインですので、スカートと合わせていただいてもやぼったくならずにスッキリとした雰囲気でお履きいただけるかなと思います。通常のスクエア2よりももう少し広めのワイドスクエアのデザインとなっております。今季とってもトレンドのデザインですので、履くだけで本当におしゃれな雰囲気に仕上がります。この遠先がですね横から見るとぷくっとしてるデザインで、少しオブリック2のデザインになっておりますので、全体的に温かみのあるちょっと柔らかさのあるデザインとなっております。